おはようございます今日もブログチャレンジ行ってみたいと思います結構こうなんかね撮る位置とかも定位置が決まってきてだいぶなんか同じ景色ばっかりだねとかねそんな感じに感じてるかもしれませんけどもまあ今日のブログチャレンジ行きたいと思います今日はですね僕の、まあ、自己開示というか告白というかそういった部分も含まれてるので、まあ、ちょっと恥ずかしいなっていう気持ちを感じながら、うん、お話していきたいと思いますあなたは恋愛って得意ですかね 僕は実は恋愛ってすごく苦手で今の奥さんっていうのが大体歴代で5人目の付き合った人なんですよね、まあ、結婚するまでにつまり5人しか付き合ってないっていうことなんですけども僕自身恋愛が相当怖いなって思うんですよねこうなんか、うん、ブレーキが効かなくなるというかコントロールが効かなくなるで自分を見失ってしまうような感じが本当にあるんですね本当に恋をしてしてまうと、 すべてが盲目になる、何も見えなくなるっていう感覚がすっごい怖いんですよ。だから人を好きになることそのものをすごくブレーキをかけるタイプです。ううん、うんん、うん。まあ、特に学生時代とかは本当にそれが怖くて、相当ブレーキかけてましたね、うん。だから女性と付き合うこと自体が結構怖くて、うん、なんか僕はわからないですけども、その女性を大事にするより仕事を大事にする方が絶対いいに違いないっていう価値観を持っていて、 なんかそんな感じで母親のななんんんででで、すす。かね、育ってるんですなんで男はそうじゃないといけないっていう思いがありますのでうん、そんうなう感じですよねあとやっぱりその感情っていうものは結構怖い感情が怖いっていうことがあってもうその恋愛っていうのをしたくなかったんですよねだからもう付き合うとかいうめんどくさいことせずにもう早く結婚しようと思っていて結婚するかもう付き合わないかっていうねこのね もう100か0かっていう考え方をすごい持っていてなんで結構25歳かな24歳ぐらいの時にもう結婚しちゃったんですよ、うん、実際ねそれが別によかったとは思うんですけどまあそんな感じですで僕そんな僕でもねやっぱり燃えるような恋というか本当にコントロールが効かなかった恋っていうのを、まあ、何度かしたことあります本当にでもね近づくのが怖くて結局告白とかもできなかったし何もできなかったんですけどちょっともうもうなんかねまた感情的になってるんですけど 一人目は大学時代に付き合った女性でもう一人は、まあ、同僚でしたね、まあ、そんな女性が本当にうん本んに恋をしましてあの自分を見失うのが怖くて近づけなかったしやっぱり劣等感なんでしょうね絶対に無理だっていう思いがあるんですね僕の中でですね自分が好きになった人自分から好きになった人っていうのは絶対うまくいかないっていう思いがあるんですなんて言うんだろう恋愛っていうのはゲームでありその惚れた方が負けっていうね あの信念が結構あったんですよねこれ漫画家なんかの影響だと思うんですけどなんでその自分か自分が好きになった人には近づけなかったうんあなたはどうですかねなんかそういうふうな恋愛が怖いとか感情の渦そのもうあの恋心のもう本当にコントロールきかなくなる状態が怖いと思うでしょうかそれともワクワクするそれとも嬉しいなんかいろんな感情があると思うんですけど僕は怖かったんですねで僕自身やっぱりいまだに恋愛とか恋心っていうのは怖いって 感じててるんんだなってことを最近気づいたんですよねまあ今となってはねすでに妻もいますし子供も3人いるのであの恋愛する必要はないって思ってたんですけどでもコピーライターですよねコピーライターっていうのは真の教育者っていう話が後で出てくるんですけどそのコピーライターとして成熟した存在、うん、人をより導いてあげるためにはですねやっぱりこの恋愛のエネルギーセックスエネルギーっていうのをマスターしないとそれがね必要であるっていうことが 分かったんですよねそう結構最近分かってそう多くの人の問題ってほとんどこのセックス恋愛恋心愛っていうところから来るんですよね。でそれはまあね劣等感とすごく関係してる話なんですけどもまたねその劣等感と愛についての話は、うん、機会があればねお話していきたいと思うんですけどそ,う、まあ、そんな感じでセックスエネルギーっていうのを極めていくあの自分自身深めていったり知っていったり。 すするここととが重要だなないうことなんですよねただやっぱり結婚してますのでそんなに浮気とかねあの他の人と不貞行為っていうのは良くないと僕自身やっぱりまだ思っている部分があるのでまあここは一つね本ととか映画を通してあの勉強してて勉強いこうと思ったんですよ、うん、<laughs> 恋愛心を勉強するって面白いですけどねそ、まあ、感情移入をしてみて、まあ、感じてみようかなって思ったんですよね。うん でまあね、それを通して奥さんと燃えるようなね、恋を取り戻せたらいいなって、そんな風に思ってます。で、そのために選んだ本が、アマゾンランキングで4位だった、うん、発見したエッセイ集ですね。いつか別れる。でも、それは今日でない。今日ではないか。っていうね、本なんですけども、まあ、どんな内容か正直予測もつかないんですけども、Twitter ですごい人気のある、その人ですよね。なんていうんですか、Twitter の人は、わかんないですけど、その人の、 えー、F さんっていう人のエッセイだそうなんですけどもこれ面白いのかどうかは全くわからないんですけどそう、まあ、先日ね購入した「子供の死を祈る親たち」っていうね、えー、ドキュメンタリーもまだ読めてないのでこれはちょっと悲しみとかその不幸というか痛みとかっていうのをね知るために買ったんですけど、まあ、それも未だに未読なので、まあ、早くねこうゆっくりと本を読む時間を作りたいなって思いつつねあの結構コピーの仕事がいっぱい入ってきてくれてありがたいことに。 今日はちょっともうこれが終わったらすぐにあのレターを書いていかないといけないんであの時間がないなぁと思っています。まあまたねその子供の死を祈る親たちだったりこのね、えー、それいつか別れるでもそれは今日ではないのね、えー、感想レビューもね上げていきたいと思いますので楽しみにしておいてください。そうでね、まあ、話はちょっと変わるんですけど先日ね仙、えー、人さん さんってまあ知ってらっしゃる方もいるかもしれないし知らない方もいるんでまあ簡単に紹介するんですけども、まあ、日本の情報ビジネスの草分け的な存在のコピーライターさんなんですけど彼のジュニアコピーライタージュニアコピーライター養成講座っていうのがあるんですよね、まあ、それのさらにアドバンスレベルのジュニアコピーライター B 級アドバンスレベルっていうのがあってでそのジュニアコピーライター B 級アドバンスレベルでそのジュニアコピーライターの C 級 B 級 A 級とあってその C 級と B 級の違いは何ですかっていうね話があったんですよで。それは何かっていうと C 級っていうのはこうダイレクトなダイレクトな説得で B 級っていうのは時間をかけてだんだんと、うん、この信念を変えていく教育をする人が、うん、ジニアコをーライター B 級だよっていう話があって。 なるほどっていうね僕が目指してるもののがすごく点と点でつながったんですよね線になったって感じなんですよねで僕自身なぜか昔から本当に真の教育者っていう言葉にすっごい惹かれるんですよね教育者教育っていう言葉にすっごく惹かれるんですでそういうふうな人になりたいっていう理由でこういう自己開示力を磨いたり自己表現力っていうのをずっと磨いてきてるんですよねリーダーとか教育者っていうのにすごく惹かれるんですよまあそのためにね本当にホームレスにチャレンジしたりだとか、まあ、こうやってね あの恋愛ですよね恋心っていうものについてチャレンジですよね知るためにいろんなチャレンジをしていますでなんでこの教育っていう部分にここまでパッションがあるのか僕自身も本当に分かんないですけどもこう人を理解して導くってことになんか異常な執着心を僕持ってるんですよね今読んでるんですけど台本をねで、まあ、今ねここから恋愛を学び直すっていうのは本当にしんどいなって思いますもう子供も3人いるし奥さんもいるので うんまあ、とりあえず奥さんに、まあ、恋心を持っていいっていうね許可をもらうところから始めたいと思うんですけど、まあ、恋心を持っていいっていうね許可はちょっとはもらってるんでそれをね深く一緒に話し合っていくところからはな始めようと思うんですけどもまあ妻とか子供がいたらやっぱり自由に恋愛ができないっていう言い訳とかそのブロック自分自身の中のブロックっていうのが今あるんだなっていうことに気づきましたよねでもそれでもやっぱり教育者になるために本当に必要なんであればうん 一線を越えないいっていう条件付きで、やっぱり恋心に浸るる必要はあると思うんですよ、ね、そうでねここでもしかしたら「いや松井さんそれだったら奥さんと恋愛したらいいじゃないですか」っていう人がいると思うんですまあ常識的に考えたら本当にその通りで正しいと思います <laughs> そしてまあ勘違いしないでほしいのが僕奥さんともすごく今仲いいしあの週にね1回から3回ぐらいは、まあ、ロマンチックな営みもしてますし正直めっちゃ仲良く恋愛もしてますでも やっぱりそれだけでは恋愛というかその感情恋心っていうものは、うん、縛りきれないんですよねそういった常識とかロジックを無視した先にやっぱり発生するものがこの恋心だと思うのでそれをねあのしっかりと感じていく必要があると僕自身感じてるんですよね、まあ、家庭が崩壊したり子供がね不憫になったり、ね、娘に嫌われたくないっていう思いもあるし、まあ、そういったことにはならないようにと思いながらもやっぱりそれは僕自身教育者になるっていうのは こんなこと言うとちょっとキモいと思われると思うんですけどちょっと自分の使命だと思ってるんでまあ頑張るしかないなってそんなふうに思ってます、うん、でまあねこれまでねそういうふうに心の奥底に結構閉じ込めてきた恋心っていうのを解放して、うん、直視してねいきたいと思いますそれでねまたなんだろうその恋心っていう部分ですごく悩みがあったり、うん、恋心っていう部分がすごく逆に強かったりっていう人たち と共感心を変わせることができてさらにいろんな人をね導いていけるんじゃないかなってそんな風に思っていますはいなんでねそんな恋心を恋愛心を蘇らすためにこの本を購入して読んでみようと思いますはいでなんでまあ、こんなね家庭崩壊のリスクまで背負ってまあ、大げさかもしれないですけどコピーライターであろうとするのかこれはねもう自分ではちょっとよくわからないです 本質を言っちゃうとなんとなく直感っていうところが一番当たってると思いますねまあそんな風に私はこのね教育っていうものと自己表現っていうものに命を懸けていますなんで、えー、ジュニアコピーライター B 級アドバンスレベルの宿題でね欠板書を作らないといけないんですけどなかなか指から血が出るほど、えー、ピンをつけないっていう感じでまあ頑張っていこうと今思いましたまあねもしあなたが恋愛とか、うん 男女関係とかそういったものにね恐怖を感じてるんだったらぜひそこと向き合ってほしいなと思うんですよねすごく人生が好転すると僕は信じていますし実際に僕自身今好転し始めてるんじゃないかなって考えてますで、まあ、僕自身今ね好きな人はいます奥さん以外の人でね、うん、女性に恋心っていうのはありますでもそれはねもちろん恋心だけで、まあ、決して一線は越えませんけど、まあ、結構大好きです もちろんね、奥さんも大好きです。優先順位を考えれば、奥さんを確実に選ぶんですけど、うん、それでもね、あそんな恋心僕にもあったんだって、今更ながら驚いてます。きっとね、こう浮気するのが別に普通とか当たり前って人からしたら、別に大した発見ではないと思うんですけど、まあ、自分自身がすごく、僕自身がね、どれだけ世間の目を気にしてたり、その常識っていうものに縛られたのか、うん、そういったものが改めて発見できたなって、そんな風に感じます。はい、って感じでね、日々日々。 コピーーライタととししててて教育者として修行を続けてますのでもしねあなたが一緒に修行したいって思うんだったら下のリンクからジュニアコピーライター養成講座に参加してもいいし参加しなくても、まあ、一緒になんか勉強しましょうとか情報交換しましょうってね連絡くれたらいろいろ情報交換したいと思うので今すぐね下のリンクから Facebook で友達になるなりジュニアコピーライター養成スクールね1か月無料なんで参加するなりしてみてください。ははいというこここでで今日はここままになりますバイチャー